は。モンストゲートの反応は？いや、この辺りのはずなんだが。おお、反応があったんですか？見たまえ、アキラくん。今やめったにお目にかかれない放浪看板だ。これは貴重だぞ。昔懐かしいレトロコインゲームじゃないか。いやあ、んたは子供か。ストライク、シャー。ああ、感じます聖なる癒しの水の波動を。おお、もしやあなたは天使ラファエルでは？はい、ラファエルです。名高き天使であるあなたがなぜこんなところに？私は今世界各地を巡って清らかな水を集めているのですが、この辺りには口にするだけであらゆる病を治すという聖なる癒しの水があると聞いてきたのです。聖なる癒しの水。うん、温泉の湯は飲んでも体にいいというからね。ここで出会ったのも何かの縁、一緒にお探ししましょう。ありがとうございます。お、アキラ君、これはチャンスだぞ。はい。天使のような、いや、リアルな天使な女の子とも近づきになれるね。お、うん、ありえない。うん、ごめんなさい、ついうとうとと。ああ、疲れてたんだし、まあ。お、レン、顔が赤いですよ。レンも温泉でのぼせてしまいましたか？あ、いや、その…お、あ、レン君、マナちゃんもこんなとこにいたんだ。今から街を観光しようって話になったんだけど。え？旅といえば土産せよ。温泉まんじゅうに温泉卵。私は射的というものに挑戦するぞ。夜に出かけるのってなんかワクワクするよね。はい、いけないお遊びですね。なんか言い方が怪しいんだけど、確かにそんな感じかも。行きましょう。ああ、さあさあ、レッツゴー。射的楽しみですね。匂う、プープー匂いますよ。レンとマナであるか。なんか秘密度が上がってるよね。二人きりでドキドキの恋愛イベントがあったかも。ほう、どうであるほらよほらよ。コージアンチ取れたぜよ。余裕だったな。そうだな、結構遊び尽くしたし。お、ルシファー。うん、貴様らか。あんたも観光と洒落込んでいるのか。うむ、天然露天風呂があると聞いてな。露天風呂？知ってます、お外で裸になるお風呂ですね。あ、マナ、言い方。私たちも露天風呂に行きませんか。賛成。そうだね、せっかく温泉に来たんだし。で、その露天風呂ってどこにあるんだ？この近くだ。地元では癒しの湯と呼ばれておるそうだが。ここだ。癒しの湯？この温泉はお湯を飲むことができるみたいでね。効能は神経痛に筋肉痛に関節痛、消化器にも効くそうだ。感じます、聖なる癒しの水の波動を。え？あ？なんでアキラが？それはこっちのセリフだ。いやー、奇遇だね。我々はとある女性をエスコートしてここにたどり着いたんだよ。とある女性？ああ、みめうるわしき天使様さ。お久しぶりですね、ルシファー、ガブリエル。ラファエルさんもこちらに来てたんですね。
風の噂でこちらの世界の水を集めていると聞いていたが、まさかこんなところで出会うとはな。ルシファーにラファエル、ガブリエル、天使が揃い踏み。ここ天使の湯にした方が流行るんじゃない？これはモンストゲートの反応。モンストゲート？俺たちはその調査で来ているんだ。それで反応はどこからです？それがだね、隣の女湯からなんだ。モンストゲートの反応が出た以上、女湯を調査しなければな。君たちも調査に協力してくれだ。おい、断じて断る。女湯に行くなんて俺のポリシーに反しますが、調査とあれば仕方ありませんね。心にも思ってないだろ。邪念を隠しきれてないであるな。これだけ血が騒ぐのはいつ以来だろうな。戦いに挑む男の顔である。行くぞ龍馬。おう、お邪魔するぜよ。思い出すの、寺田屋で襲撃にあった時、お龍が風呂場からすっぱだかで駆けつけた気に、あれは真っ赤と色っぽかったぜよ。オラ様、友達に聞いたであるが、露天風呂といえば女湯を覗くというしきたりがこの国にはあるそうであるが。あってたまるか。さあ調査開始だ。ありえない。なんかお湯熱くなってないかな。確かにちょっと、いえかなり熱いです。こんなの入ってられない。どういうことだ。これってマグマの湯？あれを見ろ。あ、お金持ちのお風呂にあるライオンのやつだ。うんうん、あれはカラカラ亭ですね。カラカラ亭？あたり一帯の温泉を全てマグマにしてモンスター温泉にしてやるわ。せっかくの湯あみを楽しんでいたのに許せない。そうですね、聖なる癒しの水が台無しになってしまいますし。わしに刃を向けるか。者どもかがえ。撃てすぐてっぺんぜよ。何やら向こうは騒がしいようだが、戦っているであるか。いや、戦っているのは俺たちだ。女湯との仕切りという高い壁とな。無駄にかっこいいである。帰還帰還こしゃくな。あまり周りには迷惑をかけたくないのですけど、ごきげんよう。見てない、俺は見てないぞ。頑張れよ、やっちゃって。撃てなぜだ。聖なる癒しの湯いただきました。久しぶりに会えてよかったです。ですよね。私も楽しかったです。またお会いしましょう。またね。またね。監視対象の分析が終わりました。そちらにデータを送ります。やっぱりバリュー高いね。あれからそっとここまでずっと夢
次回のモンストアニメはマダラメ CEO。 どんな方なんですか？世界的な大企業マダラメグループを短期間で作り上げた人物だ。できる男って感じ。まあでも結構嫌な人だったりしてね。間違いないである。格差社会見せつけ